飯田俊樹のルームレゾナクト。本日のゲストはシンガーソングライターのマック&レニーさんです。楽しいトークと音楽でお楽しみください。飯田俊樹のルームレゾナクト、本日のゲストはシンガーソングライターのマック&レニーさんです。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました、ね、ありがとうございます。ありがとうございました、ね、お会いできて本当に嬉しいです、はい、今日はもうすでにセッションもさせていただきましたが、ね、楽しかったですね。楽しめましたか？あ、もう楽しかった。久しぶりにね、うん、この時期ですから。そうです ね人とね声を合わせることも難しい時期ですもんね。もうライブもなかなかできずにね、はいはい、うん、できたんで楽しかったです。よかったです、はい、嬉しいです。もう僕は今回番組のプロデューサーでもあります鈴木が、はい、マックさんめちゃめちゃいいからトシ一緒にやってよっていうこと言われて、今ちょっとやっぱにやけたいなにやけてくださいめちゃめちゃ言われて、でそれであちょっと聞かせてくださいって言ってね、うん、聞かせたら本当に良くて、なんだろう、曲の良さももちろんあるんですけど、やっぱ声、僕が一番衝撃を受けたのは声で、こうカツンとくるね、はい、こう尖ったエッジの効いた部分が、はい、こうなんか心のこう奥に届くというか。ありがとうございます、はい、とても素敵な声で、この人と一緒に声合わせれるんだと思って今日迎えたので、またちょっと声の質がね全然違いますね。違うからなんかこう楽しいですよね。そうですね、うん、なんか違うところをこう出せ合えたのかななんてことは勝手にちょっと。だ、僕と僕みたいなやったらやっぱこうカンって当たりますからね。そうかもしれないですね。ちょうどなんかいい感じで、はい、あ、嬉しいです、そうやって思っていただけて。気持ちいいなと思ってたらね。本当ですか？ちょっと間違えましたねちょっとね、ええ、でもそれは言わなきゃ分かんないかもしれないんで、それ本編に入ってますからね言わなくていいとこですそうそうそう。で、今日1曲目にやった曲で、夏の終わりのハーモニーというね、うん、こう2人でやらせていただきましたけど、はいはい、ね、あれ選んでくださったのがマックさんで、ね、あれどんな思いで選んでくださいました？なんかね、2人でそのトッシーさんのなんか感じとかをこう見てたら、はいはい、この曲ちょっといいんやろ、いいんちゃう、2人で歌ったらちょっといいんちゃうかな、嬉しいですっていうような感じです、ね、はい、僕も歌ったことありそうであんまなくて、マックさんも、あ、もう1回もなくて。あ、そうですか。今回初めて覚えて。あ、本当ですか。山ほど聴いて。分かります。あれシンプルだけどめちゃくちゃ難しい曲、難しいですね、というかね、こうガーのとこどうしようとかね、はい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 、この文字一文字のね声の出し方とか。そうですね、だからやっぱすごいですね、あの2人はね。そうですね、うん、あの2人だから出る空気感をいかに再現するんじゃなくて、ねね、自分なりにどう表現するかみたいな、そういうなんか題材として最高の曲っていうかね、男2人のこのデュエットっていうのもなかなか少ないですもんね。そうですね、うん、いや楽しく歌わせていただきました。緊張感ある中、ね、はい、もう早く聴いてみたいです。あ、撮ったやつですか？そうですね、どうなってますか？ミスったところミスったところは何とかうまくごまかしますので安心してください。言っていいところ、いいの？いいです、いいんですけど、うまくごまかしますので、エンジニアチームが。お願いします。大丈夫と思いますけど、ね、そういうのもこう入れ込んでいこうというね。そうそうそう、いいですよね。斬新な。だってもうワンテイクですもんね。ワンテイクです。1回切るのチャンスでやってますからね。今日撮り直してないもん。撮り直してないね。そう、もうリハ取っといてくれよと思った。確かにワンテイクだけですから、もうそういう言い訳、ね、もう1回しか取ってませんから、ね、はい、そうです。その緊張感がねいいと思うんですけど、うん、誰よりもあなた
ですね、このお話ということで、はい、マックさんのパーソナルの部分をね、はい、皆さんにご紹介できたらなと思うんですけど、やだダメですいきますまずマック&レニーさんという、はい、そういうまずアーティスト名なんですけども、はい、これについてちょっとお話ししていただいてもいいですか。あのもともとあのピアノの、はい、レニーと、うん、2人組でマック&レニーっていう、はい、あのユニットを組んでまして、はい、で、まあ、その後お互いまあソロになったりしてしたんですけど、はい、まあ、変な、ね、ちょっと暗くなる話なんですけど、まあ、同級生で、うん、もうずっと中学校の頃から2人でこう音楽をやってきて、中学から、うん、やってきたんですけど、ちょっと病気で亡くなっちゃって、うん、でそれを機にあのまた2人のマック&レニーっていう名前を、まあ、僕は1人でやろうっていう形で、あ、そうそう、誰かを入れるることはせずに、まあ、1人で2人組の名前でって感じ。それはその一度その離れてソロでやってたのに、うん、亡くなったのきっかけにまた2人の名前でっていう。そうですね。それはどういう思いなんですか。まあ、その前にね、うん、またそのちょっとやってたりしたんですよね、亡くなる前に、はい、おそらくだから彼がこう病気やということを知ってから、うん、また僕にちょっと連絡してきて、一緒にちょっと音楽したいっていうことをそう言ってきて、で亡くなるその前の期間少しだけその一緒にやってたんですね、はい、で僕もその時はもうソロでいろいろやってたんで、うん、なんとかそのあのお前のアルバムを出したいみたいな感じで言ってくれて、いろいろ動いてくれてる中で、はい、うん、でまたじゃあ一緒にやろうかっていうような形でそのなった時やったんですね、うん、はい、あ、うん、じゃあその名前を2人の名前をこれからそれを
屋号としてやっていこうっていうのは自然なことだったんですね。僕の中ではもうそのままですね、うん、でなんか今までいろんなこう名前になってきたわけですよ、はい、ね、まあ、バンドからね、はい、バンドも昔やってましたし、いろんな名前をやってきた中で、うん、なんかマック&リニーっていう名前だけは僕ちょっとずっと好きっていうわけじゃなくて、はい、なんか引っかかる部分があって、うんうんうん、でまあじゃあまあ一人だけど、そうか、だから毎回面倒くさいですけどね、あの、いやそんなことないですけど、ね、いろんなライブ会場とか行くときに、はい、ね、はいはいはい、2人組感を言われるから、確かにね、そうですよね、あお一人なんですねみたいな、うん、でもその思いがね、あの思いを聞かせていただくと、それをだからこうやって毎回説明ね、はい、せなあかんのはちょっと面倒くさい、やめといてよかった、ごめん、聞いてしまってごめんなさい、やめといてよかったな、これ何度目かぐらいの話だったと思うんですけども、あのしっかりあのしてはいたんですけども、はい、ご本人の口からこうやって聞けて、はい、とても嬉しかったし、じゃあそのリニーさんの思いも引き継いで今一人でやられてるっていうことなんですね、はい、それでまたちょっと忙しい中ですけどね、はい、なんかこうアルバムとかこう出していけたら、あ最高やなと思って、そうですね、嬉しいですよね、きっとレニーさんも ね絶対ね、うん、あそうなんですね、何もわからない、何も知らない、怯える君は少し周りをよく見て、yeah, yeah. もっとサプライズもプレゼントもも、 もっとやりたいこと、行きたいとこあったのにな、 oh, oh, yeah, yeah, yeah. イイダトシキのルームレゾナクト。